黒の一帯の広がりとともに難民は増える一方、俺たちは逆らう気なんてこれっぽっちもないんです。ここの家畜は喋るのか。私たちは奴隷なりに静かに暮らしてきた。それはあんたたちがちょっかい出すせいで。お前のせいでこれまで何人の仲間が死んだと思ってる。クライブやるぞ。ああ、分かってる。マザークリスタルは人を幸福にしない。正気か？マザークリスタルが黒の一体の原因だとでも。だが、全てのマザークリスタルを破壊する。俺たちの手で。俺の邪魔をするものは、全てぶっ壊してやる！くたばり損ないが、たかがエアラーごときに。これから世が行うことをお前は罪と咎めるな。従うしかなかった。命令に逆らえば必ず誰かが殺されたから。フェニックスの力を頼られているだけなんだ。この因果から抜け出すには人の意識を変えるしかない。それがお前のなすべきことだとで。俺たちが望み作りたいのは人が人として生きていける世界だ。来い、イフリート！ドミナントは宿した召喚獣の力を使うことができる。彼らはそう、いわば神の兵。力だろうが体だろうが使えるものは使う。私はそうやって生きてきた。彼女はベネディクタは言った。俺を世界の王にすると。これは我が国の大事だ。王家の一員として世が決着をつけねばならぬ。私は人でありたいの、クライト。兄さんと約束したんだ。みんなを守らなきゃ。俺にはまだなすべきことがある。俺たちがこの世界で自分の意志で生きていくために。お前のやり方では誰も救うことなどできはしない。それでもこれが俺の出した答え。